田中夏希は、日本の政治家、実業家。第3代大阪府市場縄手市長。大阪経済大学経済学部卒業。1960年、北田鉄工所に入社。翌1961年に、田中製作所を設立し、経営に当たった。2000年、市場縄手市長選挙に一旦出馬表明するが、健康問題から出馬を断念。 2002年7月23日、市場縄手市が発注した市の給食センターの新築工事入札をめぐる汚職事件により、当時の市長、森本実が逮捕される。同年7月31日、森本は辞職。これに伴って実施された市長選挙で初当選を果たす。前市長の森本は逮捕された時点で8期目であり。 市長の交代は実に三十年ぶりであった。市長就任後は、行財政改革による行政機構のスリム化や財政再建を推し進める。2006年の市長選挙でも改革路線の継続を訴え、再選。2010年に参戦を果たした。三期目半ばの2012年に腰痛を患い、入院するなどしていたが、療養に専念するため、同年11月30日に、 市長を辞職した。2013年の市長選挙では、後援会幹事長である三塚川敏夫が、後継者として立候補。三塚川は公明党、共産党を除く、現職市議会議員9名の支援も受けるも、元市議会議長だった土井和則にダブルスコアに近い大差で敗れ落選した。2013年6月4日、骨盤支給のようのため死去。 78歳没。2002年9月8日執行。元市議の大木谷明。前市議会議長の吉村光一。元市議で、日本共産党推薦の宮田博志らを破り、初当選を果たした。時点の大木谷とは35票の僅差であった。当日有権者数、43,847人、最終投票率。 48.33%2006 年8月27日、執行元市議の長畑博則、共産党公認の茂田初枝を破り再選。当日有権者数、44,399人、最終投票率 42.、42.27%2010 年8月29日、執行土井和則、大木谷明、長畑博氏のトラいずれも、 全市議の参考法を退け参戦。当日有権者数44,567人。最終投票率47.67%。ありがとうございます。